はい、こんにちは。フォータイブチピッキー改め脱皮の民の村長です。最近ですね、 YouTuber のカブキンさんをよく見かけるよ。なんか音楽業界に進出してきたのかもな、性格なのかよくわかんないんですが、なんかバックオンっていう、あの倖田來未さんの旦那さんがいるバンドが一緒にライブやってた先輩なんですね。で、まあイベントすっからって言われて、あ、そうっすかっつって大体行くとですね、カブキンさんが DJ で回してる。なんかその頻度が最近増えて、ちゃんと動画作ってんのか心配になった。普通そうっていうお話でございます。ちなみにですね、倖田來未さんはめちゃめちゃ綺麗ですよ。はい、ということでですね、12月は視聴者の方がおすすめするコスメとスキンケアを紹介するっていうのは主にやっているんですが、まあ、本日はですね、まあ、休憩ということも兼ねて、あとはリクエストが単純に増えてきたっていうのもあるので、まあ、ちょっとリクエスト動画を今日は撮ろうと思っております。編集点でございます。はい、ということでこちらでございます。じゃん！はい、皆さん見覚えありますね。はい、そうです、エスティローダーのクリスマスコフレだぞ。はい、ということでこちらはですね、配信中にですね、中を開封するっていう動画で登場してきたんですが、エスティローダーの今年のクリスマスコフレでございます。はい、こちらのレビュー自体はですね、全くしていなくて、まあ、今回レビューをしてほしいですっていうことで、まあ、リクエストをいただいておりました。まあ、確かにですね、あの視聴者の方々からおすすめいただいたものをやっているとこれに答えられないので、まあ、ちょっと間を挟んで今回はエスティローダーのクリスマスコフレのレビューをしたいと思っております。はい、ちなみに中を開けるとこういう感じでございます。はい、アイシャドウが2つ、そしてチークが1つ、そしてグロスが1つ、マスカラが1つ、ルージュが3種類、そしてスキンケア類でございます。はい、で今からフルメイクをしていこうかなとは思っているんですが、今回はナチュラルめのフルメイクをしていこうと思っております。はい、コスメに詳しい方々、そして前情報を知っている方々の中ではですね、まあ、結構有名なお話なんですが、エスティローダーのアイシャドウって結構発色が良くないです。ただ、ナチュラルめのメイクをする方々にとってはですね、エスティローダーは結構好まれて使っている方々が多いので、まあどうせだったら、じゃあナチュラルメイクをしようということで、まあナチュラルメイクを作っていこうかなと思っております。はい、そしてですね、まあ、なるべくエスティローダーのものは使っていこうかなとは思っているので、まあ、使えるものに関してはエスティローダーで、まあ、ないものに関しては別のものでナチュラルメイクを作っていきたいと思います。では行きましょう。はい、今回使用する下地は先日レビューしたばかりのミノンアミノモイストブライトアップベース UV SPF47PA3+ を使用します。エスティローダーのお粉系はしっかりと保湿がある上ではないと発色がしづらいです。なので今回はベースで保湿をしっかりとっていきます。ですがそうするとコンシーラーがよれやすくなってしまいます。そしてなおかつですね、外のファンデーションの色を邪魔してしまうような下地だと発色がさらに分かりづらくなるという難しいコスメでございます。なので保湿は取って外はサラサラ、ファンデーションの邪魔をしないこちらの下地を今回は使用します。はい、コンシーラーは 24H コスメケアミネラルコンシーラー UV SPF40PA3+ を使用します。今回は保湿を取っていくベースメイクなので、よれづらくサラサラのこちらのコンシーラーを使用します。はい、ファンデーションはエスティローダーダブルウェアクッション BB リクイッドコンパクト N SPF50PA4+、 色は3度を使用します。発音難しい今回はリキッドではなく保湿が多いクッションファンデーションを使用します。はい、そしてですね、今回はナチュラルめに仕上げたいのですが、このクッションファンデーションちょっとつきすぎてしまう傾向にあります。なのでスポンジでクッションファンデーションをナチュラルに定着させていきます。はい、次はシェーディングです。メイビリンニューヨークフェイスストゥディオ V フェイスデュオスティックミディアムを使用します。ナチュラルメイクで大事なのはベースメイクでございます。なのでしっかり陰影をつけたいので濃く出るこちらを使用します。そしてですね、皆さんお久しぶりです、大好きなヒゲでございます。
はい、次はハイライトです。セザンヌフェイスコントロールカラーパールホワイトを使用します。今回は保湿はしっかりとってあるのでパウダー系で、なおかつナチュラルに発色するこちらのハイライトを使用します。ちなみに今回も6プラスのブラシで全て塗布しております。ですね、アイシャドウの中身を見ていきたいと思います。まず1つ目、ピュアカラーエンビアイシャドウパレットデイと呼ばれるもので、こちらはですね結構普段使いできるような茶色系が多いです。そしてもう1つ、ピュアカラーエンビアイシャドウパレットナイトと呼ばれるもので、どちらかというと何か特別な時に使う用のピンクとか、まあ、変わった色が入っております。はい、そしてですね、今回ちょっとパレット2つあるんですが、まあ、今回は普段使いできる茶色系が入っているこちらのパレットを使用していこうかなと思っております。はい、ちなみにですね、手の甲にのせてみるとこういう感じです。やはりですね、明るめの色に関しては少し発色が落ちるかなという感じはします。はい、ではエスティローダーピュアカラーエンビアイシャドウパレットデイの右から3番目の色を使って涙袋を描いていきます。ナチュラルメイクだと目の立体感がどうしても落ちてしまうので、今回は涙袋を薄く入れていきます。はい、ではアイシャドウの発色を上げるためにエクセルのアイシャドウベースを使用します。はい、マスカラはエスティローダーダブルウェアゼロスマッチマスカラを使用します。アイシャドウとチークはコフレ用のものですが、その他は購入ができます。このマスカラはボリュームやロングにすごく特化しているものではないんですが、濃くついてまつげを強調したように見せてくれます。はい、チークはエスティローダーピュアカラーエンビチークパレットを使用します。こちらもクリスマスコフレに入っていたものです。2色入りのものなんですが、今回はピンクの方を使用します。そして付属で付いていたブラシの使用感なんですが、少し固めですが刺激があるくらいの硬さではなかったです。はい、ルージュはエスティローダーピュアカラーエンビリップスティック11番インパルシブを使用します。今回クリスマスコフレに入っていたルージュは基本的に赤系のものが多かったんですが、その中でも一番薄いピンクのものでございます。はい、最後にグロスです。エスティローダーピュアカラーエンビグロスシェイムレスグローを使用します。少しお話ししたことがあるんですが、エスティローダーのルージュは少しマット系なので、マットが苦手な方はグロスを塗ってあげた方が良いと思います。
はい、ということで完成いたしました。はい、ということでですね、まあ動画内で見てもらった通りでわかるかと思うんですが、アイシャドウに関してはですね、本当に発色はほんのり出るぐらいです。ただチークに関してはしっかり色が出ました。うん、ほんのり茶色かなっていうぐらいですね。うん、ただ思ったのがやっぱり海外のものだっていうのもあって、ツヤ感に関してはグリッターとか何もなしでもしっかり出してくれているなっていう風に感じました。はい、でヘアメイクさんに聞いたところですね、やはり日本人って顔がどうしても薄いのと黄色がかった肌をしているので、結構発色のいいアイシャドウを好んで使うそうです。ただ彫りの深い方の悩みではあると思うんですが、ちょっとした色でも入れてしまうとケバく見えてしまうとかっていう悩みがある方々もいると思うんですが、やっぱり海外の方々は私たちよりですね彫りが深いので、まあちょっとした色も結構強めに入ってるように見えてしまうっていうのもあるので、まあ薄めに作っているんではないかなっていうお話をしておりました。まあ日本でも発売してて海外でも発売してるってなると、日本人にも合わせて海外の方々にも合わせなきゃいけないっていう風になってくると、まあ、どうしてもこれが限界なのかなとは言っておりました。はい、ただですね、やはり海外の方や日本の方で共通して使えるっていうのがファンデーションなので、まあだからSTローダーはおそらくファンデーションが先行して有名なんではないかと、まあ、そうともお話ししておりました。はい、ただですね、私も思ったことでヘアメイクさんもおっしゃっていたことではあったんですが、やっぱり高いものだけあってですね、発色は出なくてもしっかりとその色が出てくれます。なのでそういう部分に関しては日本のプチプラの発色があまり良くないものとの違いなんではないかなというふうにお話ししておりました。まあ、日本のアイシャドウって結構プチプラのもので発色が出ないものがあると思うんですが、まあ、薄いのになおかつ思った色が出ないっていうのが、まあ、結構使いづらい理由だとは思うんですが、まあ、Estée Lauderに関しては発色が良くなくても、うん、この色が薄く出るという感じなので、まあ、思った通りの色を出したいってなった時にやっぱり Estée Lauderはお値段が高いだけあるなっていう風に私は感じました。はい、まあ、デザインのお仕事をしているので、まあ、すごく感じることでもありますし、メイクも一緒なんではないかなとは思っているんですが、まあ、足し算は基本的にできても引き算って難しいです。例えばメイクをしていて、あ、薄いなと思って濃いものを足していく分には良くても、濃いなと思って引くことができないので、まあ一度最初からやり直しっていう風になるって考えた時にですね、私は発色が出ないアイシャドウに関してはそのアイシャドウでの良さがあるというふうに私は感じております。前にエクセルのアイシャドウのお話をしていましたが、確かにお値段がそこそこいくものより発色がいいかと聞かれたら、まあ、そうではないんですが、それ以上上がってくれないので、逆にナチュラルメイクをしたい方にとっては、まあ、ものすごくいいものだと思っております。はい、ということで本日はですね、Estée Lauderのクリスマスコフレに入っていた、まあ、コスメを使って、そしてまあもともと持っていたEstée Lauderのコスメを使って、使える分は使えるという感じでEstée Lauderメインのフルメイクでございました。そしてまあEstée Lauderで作るナチュラルメイクでございました。はい、ということで本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。4タイプ10ピュッキー改めて脱皮の民の村長でした。